大規模な自然災害が相次ぐ中、警視総監が警視庁の特殊救助隊などによる実践的な救助訓練を視察しました。東京立川市で西日本豪雨のような大雨による災害などを想定した訓練が行われ、三浦正光警視総監が視察しました。訓練には警視庁の特殊救助隊などおよそ80人が参加し、ベルトコンベヤーや無人で遠隔操作できる重機を使って土砂を取り除いて埋もれた人を救出したり、家屋の水没を再現できる大型プールで中洲に取り残された人をロープを使って救助したりしました。視察を終えた三浦警視総監は、大規模な災害が毎年のように発生している、警察の災害対応能力、救出救助能力のさらなる向上が課題であると話しました。